はい、今回は明治大正から敗戦に至るまでの文学史をまとめていきます。純文学の歴史には白川派とか耽美派といった作家グループがいくつも登場しますけど、この動画を繰り返しご覧いただければ、太宰治あたりまでの大まかな流れは自然とつかめるように心がけて作りましたので、学部生レベルの知識を仕入れたい方にはおすすめです。純文学の歴史は私小説の変遷を主軸に周辺諸派の特徴を整理していくと分かりやすいです。私小説は実のところボロクソに批判されてきているんですが、そのことを確認する前にですね、そもそも私小説とは何なのかというところから入りたいと思います。一般的には実体験をありのまま小説化したものという定義が取られておりますけれども、厳密に言うとこの等式は二重の意味で成立しません。まず私たちは実体験をありのまま把握できません。意識にインプットする際、必ず独自の解釈をしています。独自に解釈した出来事をアウトプットする際も必ず作為が入り込みます。つまるところ小説化するまでに少なくとも2度は一時期間の編集を経ているんですね。作品を出版社に持ち込んで正真正銘の編集が行われたら再編集ということになり、こうなってくるともう実体験もありのままもあったもんじゃありません。で、ここからが重要なんですが、これは何も私小説の書き手だけに認められる落とし穴ではなくてですね、私たちが私という自意識やリアル、世界を把握する過程そのものでもあるんですね。どういうことかと申しますと、私たちは経験したことを独自に解釈し、私小説を執筆するようにして私という物語、アイデンティティを作り上げているということです。その編集過程には個々人によって癖というかパターンがあり、当チャンネルではこのパターンの形成や機能に至るまで遺伝子まで遡って必要なくらい確認してきました。以下とりわけコアな一節をですね、引用させていただきます。私たちは感知したものをそのまま目にするのではない。感知したと思うものを見る。意識に上るのは解釈であって生のデータではない。意識される遥か以前に無意識のプロセスによって情報が処分され、その結果私たちは一つのシミュレーション、一つの仮説、一つの解釈を目にする。しかも私たちに選択の自由はない。私たちは自分の意思によって何もかも片付けているように確信していますが、実際は無意識によってあらかじめ片付けられた解釈を受け取っているに過ぎないんですね。詳細は過去動画に譲りますけど、なんだよそれうさんくせえとか、なわけねえしという感想自体、無意識によってあらかじめ用意された解釈だということが、今や生理学の実験で証明されております。あなたが失恋や離婚をしたとして、その経験を生のまま受け取ることはできません。あなたはこれまでの人生で形作ってきた無意識のパターン、独自のフィルターによって失恋や離婚の意味を解釈し、私小説を執筆するようにして、あなたという物語、アイデンティティを作り上げているというか、強化しているんです。以上を加味して私小説を明確に定義づけるとしたら、実体験をありのまま小説化したように受け取られるものということになります。この定義に従えば漱石の道草も私小説にカテゴライズされることになります。私小説にもかかわらず、道草は評価が概して高いんですね。つまり私小説には大きく分けてボロクソに批判されるタイプとそうでないタイプの2パターンあり、その分かれ目はルサンチマンの有無にかかっていると言っても過言ではありません。ルサンチマンとはざっくばらんに言って、社会的弱者は精神的に優れているとするキリスト教精神を意味しまして、信仰心がないといとも簡単に不幸自慢へと裏返る危険性があります。もうお察しだと思いますが、裏返しちまったんですね、不幸自慢に。田山花袋が1907年明治40年に発表した布団がその講師だとされております。私小説ではありませんけれども、その前年には島崎藤村が破壊で注目されてもいますね。彼らは表向き自然主義という作家群に分類されておりますが、実質的にはロマン主義者、ロマンチストです。ここからはロマン主義がどういうものか、自然主義がどういうものか、ルサンチマンによりこれらが融合するとどうなるか見ていきましょう。日本でロマン主義が流行ったのは、大体日清戦争と日露戦争の間の10年間だと見なせます。日清戦争は1894年、日露戦争はちょうど10年後の
1904年、日本は両方とも勝利しました。維新志士や新選組が暴れ回っていた幕末から、ほんの3、40年で他国との戦争に勝利するほど、日本は急ピッチに近代化を進めたわけですね。とはいえ実際はまだまだ前時代的な価値観に支配されてもいました。新宿に金色ホトトギスというラーメン屋さんがありますけど、尾崎紅葉の金色夜叉と徳富ろ過のホトトギスが流行ったのはこの時期です。ホトトギスでは嫁姑問題が描かれ、金色夜叉では主人公の寛一が金に目がくらんで自分を捨てたお宮への復讐に氷菓子となります。前者は古い価値観に振り回される不幸、後者は新時代の価値観に振り回される不幸を描いて、どちらもないがしろにされているのは個人です。与謝野晶子はこの時代、1901年、明治34年に乱れ髪を上司しまして、ロマン主義の象徴的人物となりました。柔肌の熱き血潮に触れもみで、寂しからずや道を説く君のほか、その子二十歳、くしに流るる黒髪の、おごりの春の美しきかな、といった歌も有名ですね。意訳すると、こんな世の中おかしい、もっと自由に恋愛したっていいじゃん、です。と言い切ったら怒られそうですが、乱れ髪は要するに恋愛革命、自由恋愛の呼びかけとしても読めるわけです。与謝野晶子は日露戦争に際して、君死にたもうことなかれという反戦歌を発表してもいます。弟よ、戦争なんかで死ぬな、というわけです。このように日本近代文学におけるロマン主義は主に詩歌によって先導されました。トーソンやカタイなど数年後に私小説の書き手となる作家たちもこの時期に詩を書いておりまして、中村光雄はそのことについて以下のように指摘しています。東村、カタイ、ドッポ、芳名など自然主義の主要な作家たちが皆ロマン派詩人であったのも注意して良いことで、同じくロマン派に対する反動といっても、我が国の自然主義運動はロマン派詩人たち自身によって彼らの仕事の完成あるいは脱皮としてなされ、本質においてその継続であったのです。したがって我が国の自然主義運動の実質はこの詩人たちの散文作家への転移の過程であるわけですが、この脱皮にあたって彼らの共通の合言葉になったのは空想から事実へということでした。サルトルやバルトの文学理論を紹介させていただいた動画でちょっとだけ言及しましたが、自然主義の本家本元とされているのは19世紀のフランス文学です。森鴎外が1889年読売新聞に発表した医学の説より出たる小説論でエミール・ゾラを初めて日本に紹介しました。ゾラは最新科学を文学に導入し、ルーゴン・マッカール草書という壮大な小説群を残した文学者です。中でも有名なのが居酒屋とナナで、2作とも美人親子の悲惨な運命を描いております。どうして若くて美しい女性が2代にわたってひどい目に遭わなくちゃならないのかといったら、神様や運命のいたずらではなく遺伝や環境のせいだよ、というのがゾラの提唱した自然主義、ゾライズムです。遺伝や環境の作用によって何もかも決定されている、こういった考え方を唯物論的決定論と言います。鴎外の論文に感化された文学者に小杉天外、小栗風陽、それからこの人はものすごく有名ですが、最初期の永井荷風がいます。荷風は地獄の花という短編を書いていますし、ゾラのナナを女優ナナとして翻訳してもいますね。ともあれ、彼らは既成道徳にとらわれず、ありのままの人間を描く重要性を説きました。遺伝も決定論もありません。彼らの主張はゾライズムというよりむしろ至って素朴なリアリズムというべきものでしたが、トーソンやカタイはこれを既成道徳にとらわれずに生き、自ら体験した葛藤をありのまま告白する重要性へとさらに読み替えました。以下、伊藤生海底文学入門から引用してみます。この種の作品の人に与える感動を説明すれば、たとえ貧乏をし破滅しようとも、良心を持った人間の自己を偽らない生活、または清らかな生活の典型がここにあるという感じである。江戸時代でも本当に清らかな生活は現世的な商売や武家勤めをすることでなくて、この世を捨てて花鳥風月に遊ぶ、でなければ巷に隠れて俳句を読んだり川柳を作ったりして多少の皮肉を言いながら世の中に目立たないように暮らすということにあった。それと外形や思想は違うが、実質においてはかなり似たようなことがこの近代的な作家たちの身の上にも世をすね世間から逃れるという形で起こったわけである。平安時代にまとめられた源氏物語の主人公光源氏や紫の上もしょっちゅう出家願望を口にしております。
伊藤正は江戸時代を例に挙げてますけど、俗世間から逃れ宗教を通じて精神性を磨くあり方というのはもっと前から尊ばれており、藤村や加太など私小説の書き手はその伝統にのっとったと言えなくもないわけです。ただ彼らを支えていたのは信仰心ではありませんでした。中村光雄は藤村や加太がロマン派詩人であったことに注目していましたけれども、もっと重要なのは彼らの多くがキリスト教の洗礼を受けていたことです。伊藤正の表現を再び引いてみます。日本人に対して横の関係を考えることを教えたのは、明治20年頃から日本人の間に大きく広がったキリスト教と大正末期に広がったマルクス主義の2つの思想であった。明治時代には優れたキリスト教の指導者として上村正久や内村鑑三がいた。多くの青年たちがこの2人の影響を受けた。文学者では島崎藤村、国木田独歩、北村東国、政宗白鳥、志賀直哉、武者小路実篤、有島武雄などはこの二人のクリスチャンの指導を受けたので、その影響は強く彼らの人間観を支配した。しかしこの人々もキリスト教の信仰を貫いたわけでなく、その信仰をやがて失った時から文学者として本当の仕事を始めたのである。唐谷公人さんは藤村や加太のほか、明治の没落士族がキリスト教から受けた影響に注目し、私小説における私、難しい言い方をすると主体の欺瞞を以下のように暴いております。近代的な主体は初めからあるのではなく、一つの転倒としてのみ出現したのだ。今日の目から見て近代文学と見えるものが例外なしにキリスト教を媒介としていることは影響といったような問題ではない。そこには精神的革命があったのであり、しかもそれは時代の影、すなわちあるルサンチマンに満ちた陰湿な神聖から出てきたのだ。しかも愛が語られたのはまさに彼らからなのである。彼らは告白を始めた。しかしキリスト教徒であるがゆえに告白を始めたのではない。例えばなぜいつも敗北者だけが告白し支配者はしないのか。それは告白がねじ曲げられたもう一つの権力意志だからである。告白は決して回春ではない。告白は弱々しい構えの中で主体たること、つまり支配することを狙っている。伊藤正も指摘していた通り、キリスト教徒だからこそ告白を始めたのではなくて、キリスト教への信仰を失ったからこそ告白を始めたというところが何よりも重要です。彼らは聖書で説かれている調和ないし充足を果たすためでなく、詩人としての正当性、自分の方が他者より精神的に優れていることを示すため告白に勤しんだ。福田恒有はこの点、敗戦直後から手厳しく批判しています。以下過去動画でも引用させていただいた部分です。小説を通じて最もよく理解されたヨーロッパの19世紀精神は、その必然的な結果として自己の完成、自我の確立という理想よりは、その過程ないしは在り方としての自己主張、自己拡大の欲望として受け入れられたのである。当然である。神なくして自己の完成とは何であろうか。それが単なる自我主義に出さずに済むわけがなかった。改めて確認いたしますと、この自己主張は自然主義ではなくて実質的にロマン主義だというわけです。ロマン主義といったら、こんな世の中おかしい、俺たちの手で変えてやろうと立ち上がるか、あるいはどうなっても構わないから自由になりたいと逃げ出すかで、どちらを選んでも悲劇的な結末に至るのが大抵です。私はこれらの要素をまとめて革命、悲恋、逃亡の3点セットで捉えるようにしています。格好の具体例がありますので引いてみます。一体まあ私はその間何をしていたのだろう。革命を憧れたこともなかったし、恋さえ知らなかった。今まで世間の大人たちはこの革命と恋の2つを最も愚かしく忌まわしいものとして私たちに教え、戦争の前も戦争中も私たちはその通りに思い込んでいたのだが、敗戦後私たちは世間の大人を信頼しなくなって、何でもあの人たちの言うことの反対の方に本当の生きる道があるような気がしてきて、革命も恋も実はこの世で最も良くて美味しいことで、あまりいいことだから大人の人たちは意地悪く私たちに青いブドウだと嘘ついて教えていたのに違いないと思うようになったのだ。私は確信したい。人間は恋と革命のために生まれてきたのだ。
斜陽の主人公は妻子ある作家に対する手紙の中で彼の子供を産み育てることを道徳革命だと宣言します。典型的なロマン派の精神でありテンションだと言えましょう。太宰治は賛否両論あるんですけれども、それでも自己激化への批判は根強いものがありまして、要するにロマン主義的な私小説は不幸自慢に陥りがちだから NG とされてきたわけですね。破滅派だとか無頼派と呼ばれる私小説の特徴は、実際に経験したことを書いているんだから信用に足るという理屈以上に、その内容が悲惨であればあるほど真実味が増して感じられるところにあります。なんでそうなるかって言ったら、書き手以上に読み手側がいかに生きるべきかという真実とロマンを履き違えているからに他なりません。社会不適合者が寄り集まって発行部数の少ない文芸誌に新編雑記を発表しながら孤高をしのいでいく。閉鎖的なコミュニティは分断となり、貧乏だけど自由な彼らの生き様は同じようにしがらみを嫌う青年層から純文学として崇められるようになりました。破滅派の元祖としては大正期の奇跡同人である葛西善三を挙げるケースが多いですが、太宰治も善三を思うという短編を書いていますけれども、岩野芳明や近松秋光も負けず劣らずの上智小説を残しております。鴎外や漱石は発行部数の多い新聞に小説を連載しました。共に知識階級のあり方を示す指導者として身を持ち崩さなかったことを評価されがちですが、漱石の方は高等派だとか余裕派などと呼ばれて批判の対象となることもしばしばでした。お高く止まって本当のことを言わないと批判されたわけです。ただそういう面を尊敬する青年たちもいました。武者の工事三年厚や志賀直哉など同人誌白樺を創刊した面々です。漱石の計らいで彼らの作品は東京朝日新聞の文芸欄に掲載され、芥川龍之介は後に当時の武者を振り返って分断の天窓を開け放ったと評しております。彼らの掲げた理想はそれだけ高邁だったわけですが、生活の心配をしなくていい特権階級ならではのあり方をしばしば批判されてもいます。上流階級の出身者ばかりだったので、良くも悪くも庶民感覚からずれていたんですね。白樺派は自然主義とはまた違ったベクトルで純文学の権威化に寄与したという見方もできるでしょう。複雑のやりはここで、国木田独歩、永井荷風、芥川龍之介はないがしろにされていた庶民のために書いたんだと力説しています。ただ永井荷風に関して私が面白いと思うのは中村光雄の考察でして、中村さんは自然主義と耽美派を表裏一体なものとみなし以下のように述べております。荷風とその追従者たちの文学が耽美派と呼ばれ、優等文学と非難され、そのために世の好奇心の的にもなりました。彼を中心として集まり先達と仰いだ谷崎潤一郎、吉井勇、永田幹彦、幼い薫らの作品がはばかるところなく優等の世界を描いて世の良識に反抗したのは、人間の快楽そのものを罪悪視する封建道徳の異臭がなお力を振るっていた当時においては意味のあることに違いなかったのです。自然主義の作家すら恋愛を一種の自己収容の手段としてしか自分に許し得なかった時代に、女体の美を真正面から賛美し、恋愛あるいは官能の陥落を生きる目的とした彼らは、率直さで確かに同時代人より一歩進んでいました。耽美派の文学はまた生粋の東行人たちによる芋臭い自然主義へのカウンターでもありました。磯田光一がここのところ詳しく論じておりますので、永井荷風を個別に読む機会などに改めて確認していきたいと願っております。思想的潮流はグラデーションのように推移しますので、実際は教科書通りに行きませんが、順番が前後したので整理いたしますと、明治の終わり頃に自然主義、耽美派、時代の変わり目に白樺派、大正に入って奇跡派、新思潮派と続き、昭和初期に来るのが新感覚派とプロレタリア文学です。こういった流れをざっくり把握しておいて、細かな知識を仕入れるたびに細部を詰めていくというやり方が効率的で分かりやすいんじゃないかと私は思います。新感覚派とプロレタリア文学を見ていきましょう。共に私小説の限界を乗り越えるための試みとみなされながら、欠点ばかり指摘されがちなグループです。新感覚派は内面を身体や風景など細部の描写に溶け込ませ無化しようとするので、この系譜に属する作家作品群はいかに生きるべきかを文学の主題とした評論家から大いに嫌われました。自我を確立しなくてはならないのに、
拡散させてどうするんだというわけですね。しかし思想的潮流はアイデンティティを確立するよりも解体する方向に流れていくばかりというのが実情です。三浦正史さんは80年代に発表した主体の変容やメランコリーの水脈において、村上龍さんの限りなく透明に近いブルーや村上春樹さんの風の歌を聴けなど、解体された自我が紡ぐ青春をむしろ積極的に評価しているんですが、その起源は新感覚派の文学にまで遡ることが可能です。プロレタリア文学の方はどうかというと、トドのつまりマルクス主義文学ですから、あらゆる問題を社会構造と経済活動に還元し、闘争と革命によって解決を図ろうとするのが建前ではあります。しかしこの派の文学者たちは非合法運動を通して経験した挫折や不幸によってしか、その思想性ないし芸術性を担保できませんでした。マルクス主義を装ってはいても、その実質は昔ながらの私小説、身も蓋もない言い方をあえてするなら非合法運動を介した不幸自慢に陥りがちだった。明治時代のキリスト教と文学者の関係と似ていてですね、マルクス主義と距離を置いてから優れた成果を残す文学者が少なくなかったというのは、なんとも皮肉な話です。太宰治はその筆頭で、彼はキリスト教、それから非合法運動両方とも影響を受けております。良くも悪くも敗戦時までの文学の集大成なんですね、太宰文学というのは。それだけでなく、走れメロスや駆け込み訴えといった本家取りのほか、実際にもらった手紙の引用だけで成り立つ虚構の春など、かなり尖った実験小説を書いてもいまして、このあたりは現代文学の可能性を考えるにあたって見直されるべきなのかもしれません。ともあれ、福田恒有は敗戦時、太宰治がまだ生きていた頃までの文学史を以下のように総括しております。いかに行くべきかは単に芸術の上の問題でもなければ、芸術家のみの責任に委ねられた問題でもない。この疑問の前には、政治家も実業家も農民も労働者も知識階級も全てが同列に対処せねばならぬのであり、これを芸術家独占の、あるいは芸術家のみが最も正しき回答を与えうる問題と考えたところに災いの元があった。なぜならば、この会議を芸術家のみに任せきったところに、いや己一人に任せられたと解釈したところに、近代日本の芸術家概念は一種の独善に陥ったからである。人生の失意がのみならず、道徳上の、あるいは社会的の罪悪が、さらに良心の麻痺すらも、それが創作に道を通じている限り、逆説的な自己感性としていかに行くべきかを探求する誠実さを保証するものとされた。繰り返しになりますが、不幸自慢を芸術だと勘違いすんなと言っているわけですね。ただ最後に強調しておきたいのは、フィクションとして革命、悲恋、逃亡を描くのは構わないということです。ロミオとジュリエットも、レ・ミゼラブルも、人形の家も、ロマン主義の要素を含んでいるというか、こんな世の中おかしい、何とかしたいという衝動は、近代文学の核心といっても過言ではありません。よくよく考えてみると、革命、悲恋、逃亡は、近代文学だけでなく、例えば実存主義に必要不可欠な要素でもあるんですよね。私は70年代以降の文化、サブカルチャーを読み解くキーワードは現実逃避だと考えていたんですが、こんな世の中おかしい、ぶち壊したい、ここではないどこかへ行きたいという願いは近代特有の病と言えるかもしれません。人間を人間たらしめるアイデンティティとは、トドのつまり自由を保障する制度によって生じた現象、壊すべき因習や逃げるべき場所がイメージされるからこそ生まれた幻影みたいなものに過ぎないのではないか。伊藤生は芸術と秩序との関係性について以下のように述べております。道徳や政治的規律に対しては、それを作り上げるよりもむしろそれを破壊するような働きが芸術の中に含まれているものである。だから悪い秩序や古い道徳への反抗意識は芸術に力を添えるが、新しい秩序を育て上げ、それに人を賛成させようとするとき、芸術は力を失う。すなわち批判力のないところに、またはそれの許されないところにおいては芸術の力は失われる。三島事件と連合赤軍事件があった70年代前半以降、少女漫画が台頭し、文学とサブカルチャーの境界が曖昧になっていく経緯については、過去動画でざっと確認した通りです。村上龍さんが限りなく透明に近いブルーで、
セックスとドラッグに興じる若者たちの生態を描いたのが1976年、金原ひとみさんがヘビにピアスで舌を改造する少女を描いたのが2003年。私は金原さんと同い年なので当時のことは自分事として語れますが、自傷行為や精神安定剤によって日々を乗り越えている友人知人が何人もいました。私はやってませんけれどもね。村上龍さんがコインロッカーベイビーズを上司するのが1980年10月。例えば機動戦士ガンダムが放送された期間は1979年4月から1980年1月までです。2000年代初頭までにロマン主義的衝動の持って行き場は異世界に求められるようになり、現実に壊すべき秩序はもはや肉体くらいにしか見出せなくなったのではないか。このようなことを考察している論文をどこかで読んだ覚えがありますので、ちょっと探してみようと思います。ともあれ、今や動画サイトやスマートフォン、SNS など通信技術の発達によって文学がセンセーショナルな感動を呼ぶ機会は滅多になくなりました。原稿の上で告白を試みた経験も発表する頃にはネット上でありふれた光景になっているからです。文学が壊さなくてはならない因習がまだ残されているとしたら、それは自らにまとわりつく権威そのものであり、時代はとっくの昔に新たな秩序を構築すべきフェーズに入っているのかもしれません。医学の終焉が病気の根絶を意味するとしたら、文学の終焉は一体何を意味するんだろうと最近よく考えるんですね。近現代の精神史をたどって2年余り、ようやく掴むべき尻尾みたいなのがなんだかちょっと見えてきた気がします。とはいえ勘違いである可能性も少なくありませんので、今回はこれ以上深掘りせずにですね、この辺りで締めくくらせていただきます。最後までご覧くださった視聴者様、誠にありがとうございました。失礼いたします。